私を助けてくれてありがとう、ガイ。増援が来たところでお前らはただの砂利、今さら何もできんぞ。奴がまだは。ああそうだ、僕の先方の螺旋岩が当たった方、それも大丈夫です。先方、戦術ですか。そう、奴には戦術しか効かない。それともう一つ、体術による物理的ダメージ。先生は確かその戦術があまり。そう、正直戦術は苦手でね、チャクラの練り上げに時間がかかりすぎる上、長時間維持できない。八門遁甲第七経文。青い蒸気、ガイ。黒い玉と棒に触れたらダメだよ。くらえ、ガイ先生、大丈夫ですか。ああ、すまない、リー。大丈夫か、ガイ。ああ、右腕と肋骨が数本いってる程度だ。奴は強すぎる。待て、カカシ。まだ体術がダメと決めつけるのは早い。しかし、俺たちの青春はまだ色褪せちゃいない。確かに、望むことが全てできるわけじゃない。しかし、やるべきことはいつも望んでからでなければ始まらん。お前、まさか。この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。まさか、最後の指紋を。ガイ、それはダメだよ。よく考えるんだ。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なのですか。リー、そんな顔するな。今度はお前が笑って見ていろ。たとえ忍術や現実は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですってな。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。チャクラが指紋の点結に向かっているな。第八指紋、解、八門遁甲の陣。自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。赤い蒸気、八門全開時特有の血の蒸気というやつか。確かにそうだ。だがただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな青葉の養分となるのだ。トーク。なるほど、とてつもない痛みだ。だがもう慣れた。次こそ連続、隙は与えない。空気を殴りつけぶつけてくる体術技か、いわゆる空気砲。何よりそれを作り出す拳に直接やられるのは避けた方がいいだろう。やったか。八門遁甲の陣とやり合うのはまれだ。せっかくだ、相手をしてやる。空中を蹴り上がってくるとは。リー、お前、悲しくなんかありません。俺たちはガイのサポートだ。聞いてくれ先生。
奴のあの黒い武器が厄介でさ。ちゃんと存在し目視して終えるなら君のカムイも通じるということ、そしてマダラから離してしまえばコントロールを失わせられる。ガーラ君、砂を準備してくれる？俺の砂でカカシを上空へってことだろうが、俺の砂のスピードでは奴の攻撃の的になるぞ。リー君、君も八門を？僕は六門までしか開けません。いや、それでいいんだよ、リー君。一緒か？やはり早い。さぞ、やっさか？柱間以来だ、このワクワクは。まだ踊れるだろう。さらに別の技はないのか？もっと楽しませてくれ。ガイ先生！あれでもダメなのか？もっと踊れ！もう、野外しかない。あの構え、石像じゃない！まさか、あれ以上の技があるというのか？ガリ。あ、はじめまして。うちの子がこれからアカデミーでお世話になります。父さん。仲良くしてやってくださいね。いや、それは無理ですな。そこ笑うとこなの？こら、カカシ、失礼だぞ。父さんの方がもう失礼かましちゃってるでしょ。と、そろそろ行かないと時間に遅れちゃうよ、父さん。ああ。では。カカシ、アカデミー入学が決まったからって、うかうかしてられないよ。え？このまま行くと、あの子はお前より強くなる。あいつが？おい、お前。名前は？ナイトガイ！本当に父さんの言った通りだったよ、カイ。このチャクラ認めてやろう。このマダラがお前を最強と呼んでやる。いよ！死ぬところだったぜ、こやつめ。俺が殺してやる。愚道玉を蹴るだと？オビトのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。